き火農園さん、自家製バジルで作るジェノベーゼソース。焚き火農園のバジルもそろそろ収穫しないといけない時期になってきました。材料はこちら、バジル、オリーブオイル、グラナパダーノ、これは粉チーズです。それとナッツはカシューナッツを使います。そしてドーン、バジル。一般的には松の実などを使うことが多いのですが、松の実は非常に高価なのでカシューナッツで代用が可能です。グラナパダーノというチーズはパルミジャーノレッチャーリ、いわゆる粉チーズにするチーズの熟成が浅いもののことです。どちらもちょっと高価なものなのですが、ぜひ必要なのでこの2つは揃えてください。で、バジル粉、バジルでしっかり洗って汚れを落としていきますよ。洗い終わったバジルはキッチンペーパーでしっかり水気を取ります。すいません、ビデオがちょっとピンボケになってしまいましたけども、キッチンペーパーでこのように2つに挟んでしっかり水気を取ってください。またもやピンボケですいません。しっかり水気を取ったバジル、このような状態になったものをミキサーで回していきます。ミキサーで回す時のコツは、まず葉っぱをしっかり入れて、このままだとミキサーの刃が空回りして回らないので、オリーブオイルをたっぷりと入れていきます。オリーブオイルを入れた後はしっかり蓋をして、多分フラッシュモードとかそういうモードがミキサーにはついていると思うので、それでこのようにヒュン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 みたいな感じでやると上手にこのようにペースト状になっていきます。で、ある程度ペースト状になったところで、こちらカシューナッツ加えていきます。最初のうちはカシューナッツを入れた後もフラッシュモードで回して、大きな塊がなくなってきたらこのような感じでぐーんと回していってください。ここでしっかりペースト状にしてナッツ感を溶け込ませるような感じで、で次に入れるのがこちら粉チーズですね。これもナッツと同じぐらいの量たっぷり入れていきます。シャバシャバの状態だとパスタとか、お肉のソースにするにあたってちょっと使いづらいので、ねっとりとしたような感じになるぐらいの硬さ、ねっとりとしたような硬さになるまで、加えていってください。はい、仕上がりがこのような形になったら完成です。ここに少量のお塩加えてください。塩は味付けの要素もありますが、ソースの色が酸化させづらくなるっていう要素もあるので、ここで、ある程度の塩は入れといてください。
ここでいつものアジノモト。味の素を加えてナッツとバジルとチーズの旨味を一体化させて仕上げていきましょう。出来上がったペーストを瓶で保存します。もちろんジップロックなどでも保存ができます。薄く伸ばしてジップロックにするとパリッと折って1回分ずつ使用したりとか、いろんなことが使い道があると思うんですけれども、うちは大量に使うので瓶にそのまま保存していきたいと思います。ミキサーについてるソースをゴムベラでしっかり集めて瓶に入れていきましょう。もったいないからね。あらかた移し終わったらトントントンってこう何回かやって、中に入ってる空気を抜くようにしてください。そこにオリーブオイルで蓋をします。オイルシールって言って、こういう風にしておくと空気が下の層に触れないので綺麗な色がずっと保たれます。瓶で保存する際は必ず1センチぐらいかな、オリーブオイルを上に貼っておいてください。はい、こんな感じ。美味しそう。というわけで今回のバジルソースの紹介は以上です。材料さえ揃えば簡単なので、ぜひやってみてください。